はーくい。みんなが待ちに待っていたはーくいだよーん。位置についてマイドン、どうもマイドンです。今日は今回はですね、皆さんにですね、謝罪をしなければいけないことがあります。それはですね、私薬学生 YouTuber マイドンは薬学生 YouTuber と言っときながら、薬の一文字も出てこない、もうなんかよくわからない美容のこととかばっかりやってて、美容系 YouTuber になってまして申し訳ございませんでした。はい、ということでですね、今日は、薬学部に入って良かったことっていうのをね、お話ししていきたいと思います。まあ、薬学部のことについてね、結構あんまマイナスなことしか聞かないと思うんですよ、皆さん。勉強が大変だとかね、テストが大変だ、もう地獄だ、みたいな。まあ、実際ね、私もちょっとこの4年間大変だったっていう思い出の方がでかくて、いいことっていうのがあんまり思いつかなかったんですけど、今回ね、ちょっと色々考えてみましたところ、割とあったので一応ね、なので今日はそれをね、お話ししていきたいと思います。ということで早速レッツゴー。はい、まず薬学部に入って良かったこと1つ目、頭よく見られがち。っていうのもですね、私高校生の時クラスの中で底辺ぐらいの成績だったんですよ。本当に勉強が嫌いすぎて、で大学にね、奇跡的に受かった時も先生から、え、落ちたと思ったって言われるぐらいの成績だったんですね。まあでも一応ね、薬学部に受からせてもらってですね、大学生になって、まあ、バイトとかでね、こうおばさんとかに、あなたどこの大学通ってるのって言われて、こうどこどこ大学で、まあ薬学部なんですって言ったら、あらー、薬学部頭いいのねって言われたんですけど、全然頭良くないんですね。例えばね、総合大学とかでね、まあ結構低いレベルで知られてる大学であったとしても、後に薬学部ってつければ多分大抵頭いいと思われるんで、そういう人はね、薬学部というワードをたくさん使ってあげてください。人生得しますね。本当に薬学部っていうワードを出しただけで、ね、みんなすっごい頭いいって思ってくれるよね。国立と私立やと思ったらちょっと違うのかもしれないけど、私立の中やったらカリキュラムとかもうそんなに差があるわけでもないし、国家試験っていうのがね、やっぱ最終目標やから、まあそれ考えたら薬学部でまあずっと頑張れてこれたっていうことは、まあすごいことなんじゃないかなってポジティブに考えてます。次、薬学部に入ってよかったこと2つ目、医療の正しい知識が身につく。いや、これはね、多分みんな当たり前やろって思うかもしれんねんけど、でもね、私ね、大学1年生の時入学した時、4年後こんなに自分が知識を持ってるなんて想像してませんでした。なんかね、ある薬学部じゃない友達がすごい胃の調子が悪いって言ってたんですね。で、別に食生活も何らいつもと変わりないし、なんか特別なことをしたわけでもないのに胃が痛いって言ってたんですよ。その時にちょっとんって思って、薬なんか飲んでないって聞いたんですよね。で、そしたら生理痛とか頭痛とかそういうのが結構重なってしまって、鎮痛薬をずっと飲んでるっていう風に言ってたんですね。私はね、そこであ、ピーンってきたんですよ。っていうのもですね、皆さんがよく買っている市販のイブとかロキソニンとかって結構ね、胃腸の調子が悪くなるってことが多いんですよ。っていうのもですね、こっからはね、ちょっと難しい話にはなってしまうんですけど、まあさっき言ってたイブとかロキソニンとかって体の中にあるシクロオキシゲナーゼっていうものを抑制するんですね。で、そのシクロオキシゲナーゼっていうものはプロスタグランジンっていうものを生み出すんですね。で、このプロスタグランジンっていうのは、まあ、いわゆる痛みの原因となる物質なんですね。なので、その元となるシクロオキシゲナーゼを抑制してあげることによって、痛みが和らぐっていう作用を示すんですけど、ただ痛みをね、抑える一方で、このプロスタグランジンっていうのは、胃の粘膜を保護するっていう役割もしてるものなんですね。なので、痛みは抑えられても、その代わりに胃の粘膜を保護するものが少なくなるので、胃が荒れたりっていうことが結構多いんですね。だからね、そういうイブとか、そういうものを長期服用して、まあ消化性潰瘍とかになる人って結構多いんですよね。友達はね、ちょっと一定期間、その薬がやめてたら、胃の調子がね、ちょっと軽くなったみたいです。で、まあその経験をした時に、本当に、あ、
自分には知識がついてきてるってちょっと感動したんですよね。結構このシクロオキシゲナーゼとかの話って結構最初の方にやる話なんですけど、でもね、それでもやっぱり実践で使えたっていうか、実際の生活の中でそういう知識を引き出せたっていうことが結構ね、自信につながったので、これから薬学生になる人はそういう知識をね、つくのを楽しみにしててください。結構ね、楽しいですってぐらいに、やっぱりね、毎日が楽しくなるぐらいには知識はついてるんですよね。薬学部ではね、薬が体のどういう部分に作用してどういう風に作用するのかっていうすごい細かいところまで学ぶので、自分が薬飲んだ時も、ああ今こういう風に作用してんねやとか、副作用として眠気やったりとかそういうのが出てくるから気をつけようとか、家族とか周りの人に何か聞かれた時に、まあ薬剤師さんほどではないけどやっぱアドバイスできることもあるし、危ない美容法とかダイエット法とか、まあそういうのもこれは正しい、これは間違ってるってちゃんと分別できるようにもなるし、人間である以上ね、医療っていうものは誰しもね、必要になってくるものじゃないですか。で、しかもその病気とかを治す主なものって薬やから、生活の中で知識を使える場面っていうのが結構多いんですよね。やっぱり薬学部に入って知識がついてから楽しくなりました。ちょっとね、長くなってしまったんですけど、次、薬学部に入ってよかったこと3つ目、学生期間が長い。これはそうですよね。他の大学はね、2年生やったりとか4年生とかで結構短いんですけど、私たちはね、長くて6年生なので、まあ2年ほどみんなより長く学生生活でいれるんですけど、私はもう4年生のね、終わりで次5年生になるので、もうね、周りが結構就職なんですよね。で、それを見てるとね、大変そうやし、学割も聞けへんし、みんな結構もう学生終わるのか社会人になるのかみたいな、ちょっと鬱になってるのを見ると、あ、私たちまだ2年学生生活あるのかって思うとちょっと安心します。まあその代わり地獄の国家試験が待ってるんですけど、社会人の人はね、社会人なりに楽しいことが多分あると思うんやけど、やっぱりね、学生生活2年みんなよりも多く過ごせるっていうのはちょっと大きいんじゃないかなと思います。薬学部に入ってよかったこと4つ目、友達の雰囲気が良かった。これは多分大学によると思うし、私がね、ちょっと陰キャ寄りなやつやからやねんけど、大学生になったら多分、この前も言うたけど、クラブパリピ声みたいな感じの人が多いんかなってすごい思ってたんやけど、薬学部はそういう人は少なくって、まあそういう人たちもね、楽しそうだな、いいなとは思うんですけど、私はね、結構インドアやし、あんまり着飾るっていうことができない人間なので、ちょっとおとなしめのねグループにいることが多いんですよね。まあなので、結構薬学部はそういうおとなしめの子の方が多かったので、私的には結構合ってたかなと思います。これはやっぱ人によるかなとは思うな。薬学部に入ってよかったこと5つ目、まあ最後ですね、まあ将来が安定しているってとこですね。まあ今いろいろね、AI に取られるんじゃないかとか、そういうことをもう言われてたりするんやけど、まあそのことについてはね、また違う動画で話そうとは思ってるんですが、まあ私ってやっぱり性別的に女性やから、将来例えば結婚してそっから子育てするっていう風になった時に、やっぱり仕事を休んだりとか、あとは辞めるっていうねことがきっと起こってくると思うんですよ。で、その時にやっぱり資格っていうものを持っておくとやっぱ大きいんですよね。薬学部じゃないね、大人の人とも話す機会っていうのはあるんですけど、やっぱり資格っていうものはでかいっておっしゃいます、皆さん。でね、やっぱりその資格を持ってない人って、大人になってから頑張って勉強して資格をまた取られるっていう方が多いみたいです。なので、まあこの6年間を使ってね、大きな資格を取れるっていうことは人生においてやっぱり大きなことなんじゃないかなって私は思います。なので、そういう点においても薬学部に入るっていうことはいいことなんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、この5つが私の薬学部に入ってよかったこととして、頭の中に出てきたものでございます。はい、多分ね、探せばもっともっとあると思うんやけど、ちょっとこれが限界です。今回は本当にね、結構私の動画でも薬学部は大変、薬学部は大変みたいな、脅すこと結構言ってるんやけど、全然大丈夫です、皆さん心配しないでください。ということでですね、今回の動画終わりたいと思います。皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。